ばい。ねえ、どうしよう。あ、ダメだった。嘘、どうしよう。なんだよこれ、エル。何したの？一体何をしたんだ。ムッキーは、ユノが守ってあげる。名前を言って。アンジェラ。アンジェラ、ここがどこかわかる？リンクオーマニア。その通りだ。よし、それでどこが痛い？頭よ。頭だね。それと鼻目を。嘘でしょ。息ができない。大丈夫、深呼吸しよう。そうよ、違いない。気を楽にして。大丈夫だ、大丈夫。ゆっくり呼吸して。その調子だ。よし。これははちゃめちゃだしやばいよな。けど未来のプロムクイーンは元気になるさ。だってゴム製の車輪だろ。プラスチックだ。硬いプラスチックじゃなくてもっと柔らかいやつだ、うん、そっか。けどなんで車輪が木じゃないんだろうな。金属とか。それなら痛くないだろう。ぶたれてもさ。なあ、お前が思ってるよりか多いんだぜ。ローラースケート攻撃は。おい、少なくともアイススケートじゃない。そうなら鼻がスパッと切れてたよな。もっと悲惨なことになってた。まあ本当そうだよ。人生にとっちゃおならさ。ブリってね。その表現受けるな。ブリ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 。ママ、これはこれは、まさか私に会えるとは思わなかったろ。いやマレ、みんなリゾット好きか？ああ。5号線を下ってベンチュラの顧客の元へ向かってたんだ。で、今夜の宿を探してたら突然バーンとひらめいた。バイヤーズ家が越したとこだって。世の中狭いわよね。ほんとびっくり。そこでこう思った。ちょっくらを仕掛けて旧友に挨拶するか。親切な人よね。止めてくれる君には負ける。しかも料理まで。うん、掃除もだ。主婦も真っ青よね。しばらくいて。心惹かれる申し出だが、君は確か、そう、出張があるんだった。出張？出張って何の？やだ大変、話すのを忘れるとこだった。ついさっき、あの封筒取って。どっち？私明日から会議に出席しなきゃならないの。アラスカでね。アラスカ？ありえない。そこに拠点があるの。そのブリタニカのね、ジョーンとブライアン夫妻。エスキモは氷の家に住んでんの？それで酔っ払った郊外の住民みたいなあから顔？彼誰？だからジョナサン、
留守中はあなたにいい？家を任せたいの。待って。え、どういうこと？最悪だ。お袋さんがアラスカに行く。アラスカだって？うん。アラスカで何すんだ？ブリタニカがあるんだと。ブリタニカ？うん。ジョナサン、なんだか変よ。その理由は察しがつく。ストレスだらけの一日だった。ストレス？女の子がローラースケート場で頭を殴られた。殴られた？そうさ、悪どいスケート攻撃だった。スケート攻撃？ああ、でもアイススケートじゃない、プラスチックの車輪だ。うん、いや、ゴム製だ。ゴムだ、ゴム、ゴム。その辺微妙だけど、ともかくまた元気になると思う。ああ、大丈夫さ。大丈夫じゃない。エル、まだ食事が。何？ああ、ねえ、どういうことなの？なるほど、なんだかピリピリしてる。リゾットのせいか、嫌いなんだな。違うって、めちゃくちゃうまい。このリゾットは涙もんだよ。それでこの彼は誰なんだ？何したの？一体何をしたんだ？アンジェラ！ムッキーはユノが守ってあげる。なあ、4時からポリスアカデミー3やるぞ。どうだ？楽しいぞ。今日は家にいた方が良くない？なんでだ、春休み中塞ぎ込むのか？そんなことないよ、映画がダサくっぽいから。けど、ねえエル、君にワッフル焼いたけど冷めてきちゃったよ。いいね、所長の小屋だろ。ところで、ちゃんと話さない？何を？まあ、それは例えば昨日のこととか全部さ。話すことない。僕としてはなんていうか、よくわからないんだ。こっちで起きてることを話してよ。僕もホーキンスに戻れば人気者なんかじゃない。つまり君も見たろ、いじめられてたとこ。だから気持ちはわかる。いいえ、わかってない。そっか、どんなところが？私は変わり者、居場所がないの。このレノーラで？どこでもよ。ちょっと本気じゃないよね。みんなこう思ってる。私は怪物だって。よく知らないだけさ。
あなたもそう思ってるんでしょ。なんで。昨日の私を見る目よ、怖がってたわ。いや違うって、そういうわけじゃないよ。驚いたんだ。確かに動揺したかもしれないけど、悪かったよ。どうしていいか分かんなくて、異常な状況だったし、あっという間で。でも何も変わらないし関係ない。あ、君が大切だ、ものすごく大切。でももう愛してないでしょ。ま、君を愛してないって言わないもの。言うよ。手紙にさえ書いてない。マイクより、ねえ待って、分かった、エル落ち着けって。ねえ、じゃあこれなら、僕の気持ちは知ってるだろ。君は世界一素晴らしい人だよ。あのバカどもから自分を守ったんだ。僕らのことも、あんな奴ら雑魚だよ、ただの雑魚さ。君はスーパーヒーローだ。今は違う。忘れ物したままに10ドル。そうだな、賭けには乗らないぞ。どうも、ジェーン・ホッパーの家か。そうですけど、ご用件は。ジェーンの父親か母親は。いません、今母は町の外で。俺は兄です、血は繋がってませんが。あの、一体何があったんです。昨夜リンクオーマニアでジェーン絡みの事件が起きたのを知ってるかね。あれは事故です。また未来が変わった。令状？ちょっとどうかしてますよ、大げさな。どうも、ジェーン・ホッパーか。あなたには黙秘権があり、供述は法廷で不利な証拠として用いられることがある。